はい、はい、始まりました。しゃべり場。今回は、はい、今回は、人生において、家は買うべきかどうか。家を買うべきかどうか。うん、ちょっと持論を飾ってもらう。はい、どうですか、はい、家、まあ、それはお金があったら買いたいですね。いや、お金があったら、それはそうだけど。買うべきか。じゃあ、まあ、あったらそれは買うやろね。うん。じゃなかったら？お金がなかったら、要はローン組んで買うべきか買わないべきか、そういう問題よ。家計を圧迫してまでは欲しくないかなって。だからローンをね、三十何年か組んでまで欲しいかって、うん、ああ、うん、そうやね、まあ、死ぬまでやからもうね、うん、ローン組んじゃうともうローン利息もすごいしね。でもこの3人はみんな持ち家だよね。そうやね、うん、実家暮らし、実家あったらいいよね。あ、そのまま家に使えるもんね。あ、そういうことか。そうだよ、うん、もうない人もおるわけで、うん、で、あの、よくあるじゃん、なんかこうマイホームをしたいとかさ。あ、そういう人よ。せやね、そういう人についてどうかってこと、うん、まあ確かにマイホームはね、自分のイメージ通りさ、うん、だったらまあ確かに嬉しいしさ、うん、まあ、重責任はね。うん。そうだね。まあ、確かに、あの、うん、理想というか、こう、夢でもあるよね。まあ、そりゃお金があったら作りたいですよ。ヨゴさんは、実家以外だったら、どっかで暮らしたことあるとか。実家以外、まあ、アパート？アパート。アパートか。自分も一人暮らしあるけど、アパートは、いい面と悪い面があって。あるある。やっぱ悪い面としては、うるさいって。そう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 。隣から声が聞こえるとか、あの、上の 足音とか聞こえるからね。あ、自分に帰ったらさ、自分はもうね、山口の下郷のあの線路脇に住んでたから、ものすごいうるさかった。場所、まあ立地条件もあるしね、そのまあ、そうそうそう、運もあるね、うん、すぐそばが線路で、その すぐそばが国道っていう。まあでもアパートってさ、家賃、まあそれぞれあるじゃん。めちゃくちゃ安かったらもう2万ぐらいでもあるし。ああ、うん、自分のとこがそうやった。2万のアパートってその代わりなんか訳あるよね。うん、あるある。安すぎる、ね。安すぎるね。うちのとこみたいなね。あの、住人があの風呂場で鯉を飼ってたんだよ。え？共同の風呂場があって、そこで鯉を飼ってたんだよ。で、高い人はさ、あの、家賃5万とかさ。あ、家賃5万は、予算どうなんだ。家賃5万普通ない。普通、レオパレスとかはいくら？あ、そんぐらい、いや、そんぐらいやろ。4、5万円。ああ、レオパレスがそんくらいか。いや、あの、大東建託とか、大東建託とか、やっぱあの辺はやっぱり、損害取るやろ。高いやろ。5万と5万。いや、高い。ああ、まあ、その分しっかりしてるってこと。まあ、やっぱ信頼できるよね。うん、わけやからんアパートより。まあ、たぶん、中も綺麗やろしないとかね。うん。なんかもう、そうそうそう。おしゃれな感じやろ。なんとかアパートとかやったらさ、わけやからんアパートで、なんかさ、あ、なんとか入ったそうそうそう、その前の住居に、めっちゃボロいやろ、前の住居者がさ、自殺した、ま、こんな感じ。あ、そう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 、こんな感じやろ、うん、なんとか入った、なんとか入った、なんとか入ったね。その代わり安いっていうね。安いなんとか層みたいな、ほうれん草とかついてる。いやいやいや、なんとか。まあそうだね、あれとか安い、うん、安いけどボロいけどね。うん、だからそれに比べたら、うん、持ち家の方がいいかな。あ、持ち家か。一人で住みやったらいいけどね。まあまあね、まだ我慢できる。一人でもったいないよね。うん、一人もったいない。そんなにもったいないやろ、持ち家。ああ。うん。家族おるんやったらさ、それは家、持ち家やった方がやろうけどね。家やと、家の方がやけどね。一、うん、人もったいなさすぎるよね。うん、固定資産税もかかるしさ。そうそうそう。せやね。うん。管理も大変やしさ、うん。アパートだったらもう、大家さんが全部やってくれるやん。そう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 。全部ね。逆に言うなら、家族でアパートとか住んでる人はどういう心境なんかなって。まあ確かにね、うん、もう結構の人数でね、うん、大家族でもアパートおるもんね。そうそう、自分小学校の時はアパート暮らしってやっぱいたんだよね。それいいだろ、うん、それは問題は金でしょ。安いからでしょ。安いから。いや、結局あの人数が多いければ多いほど得よね、うん、当然ながら。アパートはね、うん、家賃2万としてもさ、それで 4,5 人で暮らしたらさ、うん、全然お得よね。アパート 4,5 人で暮らすってなんか
法移民みたいな感じ。でしかもアパートで気使わんでいいからね。だってトラブルになってもすぐ逃げるじゃん。夜逃げしてるの。逃げるけど、すぐどっかどっかこう移動できるじゃん、自分アパートとかに。逃げる前提で。あ、確かに家元ったら逃げれんもんね、そう簡単にね。家元ったらやっぱ近所付き合いって大事やんか。あ、トラブル起こせんし、あ、まあね、なんか挨拶もちゃんとしようとか、そういう気使うじゃん。うん、一軒家って。うん。うん。せやね。ブラックのなんかそういう、なんかそう。ああ、まあね、いろいろこう。うん、あるよね。まあそういうのありますね。いや、一度目つけられたらね、うん、なんか、そうそうそう、ちょっとあれよね、あの最近やったらあのネット炎上、うん、ネット炎上して個人が特定されたりすると、うん、持ち家なんか場合はもう嫌がらせが来るらしい。そうなん、すごいね、それは相当あれやろ、うん、有名ならんでもいいやろ、うん、そうそうそう、いやこうちょっとまあ古いけど引っ越しおばさんとかさ、うん、あったよ、 あれもうほんとわやや、そうよね、うん、あれもあれよ、最初近所トラブルよ、あ、発端は、うん、持ち家になんか、それでも持ち家で住みたいとしたらどういうところがいいかな。どこへんかね、持ち家の利点、持ち家の利点は、でもあれね、お金があったら持ち家住みたいわけだし。てか最初のもん、最初じゃない、やっぱりいろいろ、なんていうん、改装もできるしさ、うん、リフォームも好き放題できるやん、うん、まあ、自分の財産っていうかね、うん、やっぱ自分の好きな、好き、まあ、自由設計か、まあ、自由にできるじゃん、うん、そこじゃない、あ、うん、あとやっぱ子供 2,3 人ぐらい作るとしたらやっぱ持ち家の方がええかなと思うね、うん、子供部屋とかアパートじゃ狭い、あ、なめないしね、アパートは狭いやっぱり、ね、うん、まあね、家族で住むにはやっぱ狭いと思う。じゃあはい、結論、家は、家は持つべきか、持つべきか、はい、どう、お金があってなおかつ子供を 2,3 人作るつもりだったら持ち家がいいよ、持ち家いいね、はい、ということでね、ですね、りょうさんはそうも一緒です、一緒一緒、はい、ということでした、です、はい、持ち家万歳イエーイ